石川綾子は、日本のバイオリニスト、作曲家。タートルミュージック所属。3歳で、バイオリンに触れて、興味を持ち4歳で習い始め、5歳で都営し、ロンドンに在住。ピーター・ボロー・セント・マーガレット・スクールを経て、イギリス皇太子公園のロンドン音楽、学校パーセルスクールに入学。キャロル・スレーターに指示。10歳で、一旦日本に戻る。 東方女子高等学校音楽会の進学を目指していたが、15歳より、父の転勤に伴い、オーストラリアに渡り、シドニーに在住していた。シドニーでは、ダビット・オイストラフの愛弟子、アレキサンドル・トディチェスク、ワンダ・ビルコミルスカ、ピーター・ジャングラに支持。とも直後に、AMB より、オーストラリアディプロまであるライセンシート・ミュージック。 ディプロマとアソシエイトミュージックディプロマを同時に授与され、シドニータウンホールでのソロ演奏を依頼される。2001年、オーストラリア国内の17歳以下の弦楽奏者を対象としたコンクール、ナショナルユースコンチェルトコンクールでファイナリストとなった。2003年、マクドナルドパフォーミングアーツチャレンジにおいて、シドニー市のバイオリンアワードとストリングソナタの2、イベントで1位となる。また、 語学術音楽賞をはじめ、ザイリザベサンシアタートラストバイオリンスカラーシップ、ゴールデンキーインターナショナルアナーズソサイティーアワード、パンパシフィックインターナショナルミュージックスカラーシップなどを受賞。シドニー大学、シドニー音楽院にトップで合格し、一級優等学院に選ばれ、主席で卒業。オーストラリア政府に大変難しいインターナショナルレベルの芸術家に、 与えられる永住権ビザを申請し、バイオリニストとしての功績を認められ永住権を授与される。2009年頃に12人のバイオリニストのメンバーとして活動を行い、CD アルバムビバルディの式をリリースする。2012年1月12日、ザング香港国際バイオリン音楽学校の客員教授に就任。2014年頃から、 日本を拠点に演奏活動をしている。2019年6月一般男性との入籍を発表した。使用楽器は1763年イタリア製バイオリンを愛用していたが、2020年9月からストラディバリウスを同社から対応されている。ありがとうございます。